妊娠中に災害が起きた場合、新たな命への喜びとともに不安も一層大きくなります。今回は災害時の心のケアについて専門家に話を聞きます。福田病院公認心理師大塚まどかさんです。災害は強いストレスの原因となり、心身にさまざまな変化が現れます。もともと孫妊娠に伴う体の変化、そして、心の変化っていうのは大きい時期なので、この子を守らなくちゃっていう、緊張感が高まったりですとか、精神的に自分がすごく不安だったり動揺してて、それが赤ちゃんに何か影響してないだろうかとか、そういったことも考えられる方もいらっしゃいますね。災害に限らず、大きな出来事に直面した時には気持ちが落ち着かないとか、不安感とか恐怖心が増すとか、なかなか眠れないとかですね、そういった誰にでも起こりうる正常な反応だっていうことを知っておいていただけると安心かなと思います。不安や悩みは一人で抱え込まず、家族や周囲の人に話すことも大切です。まずは安全な場所で安心して過ごすっていうことを大切にしていただきたいなと思います。できるだけ普段通り日常を心がけていただくっていうことで、気持ちの不調だったりとか体の不調も落ち着いていくことが多いです。一人で抱え込まないっていうのが大事ですね。もう周りと話をすることで少し気持ちが前向きになったりすることもありますし、お互いにも声をかけ合って励まし合ってっていうのが一番大事かなと思います。福田病院には公認心理師の資格を持った専門スタッフが在籍しています。全体的にやっぱ皆さん不安だったりとか、地震が怖かったとか大変だったとかですね、そういったお話の数は増えたかなというふうに思います。話をすることで、でも大変な時を乗り越えたんだっていうようなことを共有できたりですね、そうするとそれが少し自信につながったりとか、今は大丈夫だっていうような思いにつながることがありますので、診察の機会ですとか、問診の時とか、そういった心の変化もですね、専門家ともお話する機会もあればよりいいのかなというふうに思います。